エゼキエルは監視しているようだね。小さな女の子の気配を感じるよ。君を探しているようだね。ひっきりなしに邪魔が入るよ。時間がかかりそうだね。まあ武器の奪い方にもよるよ。じゃあまた。知るがいい。
この物体の近くに立って浄化すると神の武器が手に入るよ。手に入る武器は物体の状態によって変わるみたいだね。エゼキエルは地上界の自然に惹かれて打電した。しかしその自然に対する愛情は独りよがりで、時に残酷ですらある。彼女の歪んだ自然への愛情はいずれ地上界を混乱に陥れるだろう。最後の武器の登場だな。これはベイル。奪い取ってみるといい。